two, three. Four. はい、こんにちは、グリードです。さあ、アメリカから帰ってまいりまして、BO6 のベータ版やっていこうかなと思うんですけどもね。はい、ずっとね、先行プレイの時も違和感を感じてたんですけど、そのね、正体が判明しましたわ。このゲームね、全体的にエイムアシストがね、ちょっと弱いんですよね、モダン3より。前作よりちょっとエイムアシストがまあ弱いなっていうのは感じてたんだけど、そうじゃないと。まあそれもあるんだけど、このゲーム、こう、ド近距離、マジ敵と完全に接触してる時に、エイムアシストが完全になくなるんですよ、これ。どうだ？これぐらいは？これは、これぐらいはまだあるか。本当に敵とも、あ、これ、もうこれでダメか。うん、あ、ここだ。これぐらい。もうちょっと先？あ、こっからないかもしれない。あ、こっからないね。こっからエイムアシストが切れてます。まあ、本当に体2個分 ?3 個分ぐらい近距離の時にエイムアシストがなくなると。いや、これか。これだったんだな。なんかね、敵と接触してた時のなんか、腰打ちがね、感度がなんかぶっ飛ぶなーと思ってたんだけど、あ、エイムアシストが本当にゼロだったんだね、ここ。COD はね、なんか他のゲームほどエイムアシストは騒がれないんですよね。まあ競技シーンもパッドのみだったりするから、そんなに騒がれないんだけど、お、エイムアシスト弱体化、これだいぶ入りましたね。近距離ゼロで、まあ中距離も前作ほどエイムアシストがかからないようになっていると。おー、これはどうなってくるのかな。まあクロスプレイがね、COD も実装されてから、まあ、キーマーの人も多いと思うので、まあ、近距離、アシストは切れる分にはどうなんだろう。まあ、そこまで影響はないのかな？どうなんでしょうかね。まあ、上級者はね、間違いなく影響ないと思うんだけど、これ初心者、中級者が一体どれぐらい影響出るのかっていうのは、ちょっと僕じゃわからないから、うん、まあ、皆さんもちょっと、ご感想をね、コメント欄に、書いていただけたら嬉しいなと思います。まあ、まだベータ版なので、まあ、製品版だと変わる可能性は、もちろん、大いにあると思います。ま、いろいろ試すのがね、ベータ版ですからね。さあ、というわけで、ちょっとベータ版のモダンオフェア、ブラックオプス6やっていきましょう。おう！おう！え？降りてこない。何してんの？リロードして、上、上、裏取り、行きます。はい。降りたね。味方が倒したとして、そこやるじゃん？なんかいるな。まずい。ナイスキル？ミスコン変わった？待って、これ、上いる。オッケー？これ、なんだろうな、なんで？何連続キルだ？これ。一人上。やばい、打ちやめたけど大丈夫。下やって。まだ終わらんよ。はい。こっちから来る。ほい！オムニムーブメント！オムニムーブメント！あー！あー！オムニムーブメント、これが。まだ行く、これ。だって空爆、もう終わっちゃうけど、わあ、連続キルもっと早くしてればな、これワンチャン角あったな。で、空爆を、なんか、あーって出して、僕死んでない？死んでるわ。え？フリーズした。ベストキル、ゲットだぜ！とまずね、武器はね、この僕が今使ってる PDW ですね。これはね、初期クラスの一番上にあるので、ひとまず初期クラス使っておけば、まあ困ることはないと思います。さあ、次は、右上だから、こっちから行って、まあ下やろうかなと思ったけど、ここにもいる。で、これあらかた、ここは掃除したかな？ワンチャン奥脇するから、それ見て、いなかったらこっちから行くと。ナイス。味方と合わせて、ナイス。これまだ生きてんな。で、ここね、こう生きるの知ってるんよ。でも、多いからこっちから行こうかな。OK。XM4 もね、だいぶ強いから、これ使ってこう。よいしょ。初期クラス使ってればレベルも上がるからね、武器の。
強い武器は PDW AK74XM4、 まあ、MP5 も強いかな、うん、まあ、全部強いかな基本的にアサルト AR はどれも使えるとは思いますね。ちょっとマークスマンとかスナイパーはその辺ちょっとわかんないけど、よいしょ、 OK、 ほっ、オムニーしてからナイス、オッケー、おほほ、よほ、来たねー、オムに来たねー、いや、強い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 、これまだ右湧いてる、30発まだいけるでしょ、ナイスキル、ツー、スリー、お、いや、めっちゃ決まるやん、4連キル、これスティームショットバシバシお薬打ってマジクリップ狙った方がかっこいいね。うわー惜しい、うまいな今回ね、キルがアシスト、あアシスト、アシストがキル判定になってるんで、まあそこも BO らしく優しくなってるよね、キルがアシストになっちゃう、でもかわいそうすぎるやろ。あれなんかぐるぐるしてないこれ、めっちゃ強いじゃないですか。あ、強い強い強い、え、おい、いけるいけるぞ、 This is my year ってあの海外プロ勢がね、うん、新そのベータが始まって、新作が始まった時に毎回毎回連キルすると This is my year って言って、今年は俺の時代だみたいなね感じで言ったりするけど、これ This is my year かもしれない、本当に。あの、ベータ、あの、先行プレイの2試合目で100キル出せたんですよね。もうこれはもう This is my year ですよね。いや、オムニマジで楽しいね。僕ね、このオムニが実装された BO6、FPS の歴史において分岐点になる気がしますね。本当に。あの、今まで COD はね、かなりこう、新しい要素を FPS において作ってきたんだけど、タクティカルダッシュもそうだし、その COD がやったことを他の FPS がどんどんパクってったんですよね。だからこの全方位ダッシュとか全方位このスライディング、これね、他の FPS が今後どんどんパクってくると思う。絶対そうなると思う。ね、ここまでさ、歴史が長くなった FPS でもね、まだね、こんな新しいのが出てくるんですね。ほんと、出てこないと思ってたわ、もう、さすがに。なんかめちゃくちゃ強いで噂の AK74 使ってみましょうか。まあ分かってはいたけど、このオムニムーブメントにおいて SMG がやっぱめちゃくちゃ強いから、これ製品版 SMG 弱体化待ったなしな気がするんよね。いや、74確かに強いけど、強いけどやっぱこれ PDW が最強じゃね？ PDW が強すぎる。まあ、マップの狭さも相まってって感じはするけど、うん、PDW だな、武器は。サトシー、サトシー、ゲットだぜ、もう一人、ゲットだぜ、この、ちっちゃい UAV 呼んで。削って、味方に任せようかな、あれ。これ、左ロング来てるね。ここで、74U に持ち帰ると。こういうこと。よし、ヘリ出た、ヘリ行ってらっしゃい。今作のヘリね、なかなかに強い。おーおー、あー PDW です、もうこれです、 PDW 一択です。よーおー、わーおー、めっちゃ下やん今のもね、多分アシスト最初かかってなかった気がする。うん、でも、だからといってだな。だからといって、負けるかって言われると、私は負けん。これ、キーバーの人の意見が聞きたいね。うん、僕は別にって感じ。変わ、そんな変わんないかな、みたいな。なんか左ずっと上がってんないか？あるね。で、これ飛び降りるわけですよ。今のもなかったな、多分。うん。
イス。ナイス。ナイス。来てる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 。左来てる左来てる。左来てるけど。一旦落ち着いて。ほとんど上だな、これ赤点。OK?OK?、Okay? Okay?飛び、ワンチャン飛び降りてくるでしょ、これ。いやー、まあ当たり前だけど、今先行プレイだから、予約者か行動を持ってる人だけだから、まあ当たり前だけど、経験者しかいないですね。めっちゃ連携取ってくるもん、さっきから。ちょっと初心者の人きついかもしれないね、この週は。次週はオープンベータだから、いろいろ人がね、新しい人入ってくると思うけどね。まあこれは毎年そうなんでね。トロフィーまでちゃ、炊いてるもんな、ちゃんと。ベータでなかなかトロフィー炊かんて。やばいやばいやばい。耐えてる耐えてます耐えてます。すごく耐えてます。来る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 。何待って、でもヘリ出した、ヘリ出した。オッケーオッケーオッケー。あ、敵のヘリ出てても、こっち呼べるんだね、これ。今までだったらなんか、お空がごちゃごちゃしてるよって言われるから、出せなかったんだけど、呼べるんだ。いいね。うわぁ！いない。はい。じじ、どんまい。最初に言った通りね、まあ、僕はそんなに影響ないけど、初心者とか、あと、キーマーの人がこのエイムアシストに関してどれぐらい影響出てるのかっていうのはちょっと気になるので、ぜひコメント等で教えていただけたら嬉しいです。というわけで、これから BO6 ベータしばらくやって、ちょっと動画投稿頑張っていきたいと思いますので、よろしかったらぜひ高評価よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。